はい、どうも、今回はウェブデザインおしゃれな配色パターン2022厳選3サイト紹介という内容をやっていきたいなというふうに思います。はい、まあ、あのウェブサイトの配色ってですね、僕はあんまりこだわらずにね、適当にポンポンポンって作っていくことが多いんですけども、まあ、たまにはですね、おしゃれな配色って使ってみたかったりとかね、あのする人もいいと思いますし、配色で悩んでるっていう風にね、なってしまう人もね、いると思うんですよ。そんな時にですね、配色に悩まずに、やっていけたりとか、配色のヒントになったりね、するような3つのサイトをね、紹介していきたいなというふうに思います。で、今回はですね、2022バージョンということでですね、まあ、あの3つ見つけてきたんですけども、こちらおしゃれな配色パターン2022厳選3ということで3つのサイト用意しました。まあ、1つずつね、見ていきたいなというふうに思います。で、まずですね、これあのスチームカラーというところなんですけども、このサイトですね、まあ、ここに配色のパターンがずらずらと出てくるんですよ。こうやってずら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 と、ね、で例えばこの辺のどれでもいいんですが、このブルービーチっていうね、配色をクリックするとこういう風に出てくるんですよね。こういう風にこういう風にね、はい、で色コードっていうのもね、ちょっと待ってたらこういう風に出てくるんですよ、色コードで。この色コードでこれとこれとこれとかで3つでね、配色したらおしゃれでしょ、はい。まあ、この3つとかでもおしゃれですよね、はい。この3つでね、青を基調にするのもおしゃれだと思いますし、この3つでするのもおしゃれだと思います。まあ、というふうに、まあ、どれとどれ選んでも結構おしゃれになりそうな配色っていうのがまあ出てくるんですよ。で、あ、これいいなと思ったらここコピーするとコピーができますね。で、何がコピーされたかっていうと、この 094C93 っていうですね、色コードって言われる分ですけども、カラーコードっていうのがコピーされました。で、このカラーコードをウェブサイト上で入れてあげると、まあ、色が使えるよっていう風なものですね。例えばじゃあ、あとフォトショップとかイラストレーターとかっていうような、デザインソフトの方で入れてあげてもその色が使えるよというのが、この配色サイトというところのね、結構ね、パターン、いろんなサイトでパターンになってるかなという風に思います。はい、でこのね、カラーコードっていうのは本当によく使いますので、でここにね、スポイトのマークがあるんですよ。でこれはスポイトのマーク、チェンジカラーって書いてるでしょ。これを押すとね、違う色に変えれたりするわけですよ。で、あ、この配色と組み合わせてみたらどうなんだろうっていう、まあ、チェックができたりとかね、するわけですよ。まあ、さらにね、これをこうやるとこっちに移動したりね、こうやって横に並べてみたいなみたいなこともできるので、そのまんま使うもよし、あのこういう風にちょっといじって配色をね、見てみるのもよしかなという風に思います。まあ、個人的にはですね、あんまりセンスというものをそんなに意識することもあんまないので、このまんま使うことの方が多いですね。気になるのを見つけて、いい感じにね、誰かがいい感じに配色してくれてるんだったらそれでいいじゃないっていう風にね、結構思うところがあるので。ただウェブサイトの配色で大事なのって、5種類も使うことはないんですよね。まあ、メインカラー、サブカラーって2色だけ決めるパターン、もしくはですね、3色ぐらいでいくパターンぐらいまであると大体のことができますね。すごくおしゃれなサイトっていう風にやらない限りは、まあ2色か3色あれば十分でしょうって感じですかね、はい。でそこからもうちょっとグッとね、こう配色というものにすごくこだわってやりたいと思ったら、もう1色とか2色とか足すこともあるかもしれませんが、まあ、1色足すごとにデザインがなんか難しくなったりとかね、することもあるので、個人的にはわざわざ2色もしくは3色ぐらいをね、狙っていくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、例えばこれ見るじゃないですか、はい、こういうのがおしゃれだなと思ったら僕はこの4つを使う、もしくはこの中のこれとこれとこの3つ使うとかね、はい。で、3つ、このピンクっぽいやつとブルーっぽいやつとこの濃いブルーっぽいやつが使いたいなと思ったら、この辺に持ってきてみて、こうやってパッて見て、あ、いいじゃんっていうね、感じだったらもうそのまま使っていけばいいんじゃないかなと、はい。まあ、いいかどうかっていうのは、そのウェブサイトを作る時の雰囲気に合ってるか合ってないかっていうところになるんじゃないかなと思います。はい、でもう一個、はい、二つはちょっとその前にですね、このサイトのね、使い方ってわけじゃないんですが、こっからビーってね、適当に選んでもらうのもよし、ここで絞り込みがかけれるので、このカラフルってやればね、カラフルなやつだけが出てきたりするんですよ。こうやってカラフルなやつだけとかね、こうやってモノクロマチックのやつだけとかね、はい、まあ、出てくるので、絞り込みもかけれると、ね、いう風になってますし、色でね、絞り込みもかけれるんですよね、ここでね。だから黄色みたいなやったら黄
をねベースにしたいものようなものがいっぱい出てくるので結構使いやすい。で配色サイトっていっぱいあるんですけど、このサイトすごく使いやすいなっていうふうに思いました。で次いきますね。次もう一個、このカラーハント、これもねすごく使いやすかったです。カラーハントっていうサイトも、まあ、同じような系統ではあるんですよ。同じような系統でこういうふうにね色コードが出てくるよっていうのと、でこれをクリックしたらその色コードねこうやって出てくるよ、ね、この辺をコピーして使ったら便利に使えるよっていうものですね。はい。でこのサイトがいいのはね、なんかさっきとねちょっと違う感じで選べるんですよね。ポピュラーとかやると人気のやつがね選べたりとか、ランダムで適当に選んでみるのもよしね。はい。まあ、コレクションっていうのはまあログインとかしなきゃできないんでしょうけど、でパステルってやるとパステルから、まあ似たようなもんですね。似たような使い方ができます。はい。でもう一個最後に紹介したいのがですね、このアドビカラーっていうとこ、これね結構使い勝手がいいです。すごく使い勝手がいい。これどういう風になってるかっていうと、ここにね色があるでしょ、いっぱい。でこれをまあいろんなパターンでできるわけですよ。モノクロマティックっていうので選んだらこの5色だよみたいなね、うん、トライアドっていう、まあ、補色関係っていうんですか、こういう感じ、ね、で選んだらこういう風に配色どうですかみたいなね、はい、補色ってやったらね、補色がこっちですね、逆の色ね、逆の色の感じで選んだらこんな感じがいいんじゃないんですかみたいな。でここでね、何がこれがさっきのと違っていいのかっていうとですね、例えばこの色は使いたいっていう、使いたい色が1色決まってるとかね、そういう風な時にすごく便利がいいです。そういう風な時にここに例えばその1色の色コードを入れてあげるわけですよ。こういう風な色が使いたいなと思ったらこういう風な色コードをねタカ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 ってここに入れてあげるわけです。でこの色だけ決まってると、それ以外が決まってないからどうしようかなっていう時に、この色だけを基準値にして類似色、類似色だとちょっと暗くなるなとか、で落ち着いた雰囲気になるなと、で落ち着いた雰囲気にしたいわけじゃないんだよねみたいなところでこうやって見ていくと、さっきよりちょっとねポップかなとか、カラフルだなとかね、補色っていうのこうやったりね、はい、分割補色とかやったり、はい、二重分割補色とかね、正方形とかやってね、コンパウンド、シェード、カスタムとかいうので一つ色決めてて、その色をベースにして何か動かすっていう時にすごくやりやすいんですよ、はい、で色のヒントになるって感じですかね。色のヒントになっていくので、そういう時にはこのアドビカラーっていうのね結構使います。で配色パターンでよくあるのがさっき のその手前に見せた2つのサイトみたいなのが、まあ、多いんですけど、こういうサイトね、全体の配色から選んでいこうっていう感じなんですよね。配色がもう漠然と何も決まってないみたいな、出したい雰囲気だけが決まってるとか、ね、そういう時はその雰囲気と合う配色だけを見つけてやっていこうっていうのでいいじゃないですかね。ただ1個もうテーマカラーが決まっちゃってるよって時にはですね、こっちよりもこのアドビカラー、こういうのとかこういうのよりもアドビカラーの方がね使いやすい時が結構あるかなということで、今回ですね3つの中にこういうちょっと毛色の違うものも、まあ、入れてみましたということでですね、今回今年のですね、はい、ジャガジャンとね、ウェブデザインのおしゃれな配色パターン2022の中でですね、まあすごく簡単に使いやすくて便利がいい、そしてね、まあ、いろんな配色で困った時に使えるという意味も込めて、まあ、おしゃれな配色パターン2022厳選3サイト紹介というね内容をやっていきましたということで、今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなと思います。また概要欄にも参考サイトや情報を載せていますので、こちらも併せてご覧ください。